いどうも。今回はこちら。いや怖いわ。私の上にいるし。なんなのこれ。ダークな何かだよ。いやダークな何。マターとエナジーだよ。ダークマターってあれね、クロノトリガーで魔王が使う。いや今回はゲームじゃなくて宇宙の話。ほう？で、この円グラフの意味するところは。この宇宙の 68% はダークエネルギー、27% はダークマター。そして私たちが知っている物質は、残りの 5% しかないよ。つまりこの宇宙の 95% は、わけのわからない物質とエネルギー、っていうことね。うむうむ。ただこの割合はよく変わるみたいなので。大体の数字で、70%、25%、5%、くらいだと思っておけばよさそう。ふむ。まあそれはいいとして。いい加減、頭の上の、ダークな何かを消してくれない？除霊しておこう。霊だったのかよ。で、どっちもダークだから、マターもエネルギーも似たようなものなの？うんにゃ、その働きとしては、逆と考えられてるよ。同じダークなのに、同じ暗黒面ではないと、シス教が分断されてしまう。ということでまずはダークマター。あら綺麗。光ってるのがダークマター？いやダークマターは光らないよ。ダークだし。ふむ。光ってるのは、形からして一つ一つ銀座かな。ふむ。このちっちゃい一つ一つに、恒星が数千億ずつ含まれてるとか。もうわけがわからないね。今回はそっちじゃなくて、ダークマターの方だけど。どこにダークマターが映ってるの？黒いところ？ダークマターは黒くないよ。ダークなくせに。直接見ることもできないし、触ることもできないよ。見ることも、触ることもできないものが、なんであるってわかったの？まず、1930年代。天文学者の、フリッツ・ツビッキーさんが、銀河団に含まれる銀河の速度を調べたよ。ふむ。で、そんな速度で動いても、バラバラにならないために、必要とされる重力から、銀河団の質量を計算したところ、光で観測できる質量より、はるかに大きかったと。それでツビッキーさんは、見えない何かがあるんじゃないか、と推測したよ。ふむ。そんなのよく計算できるね。ツビッキーさんは、髪の毛座銀河団を調べたんだけど、髪の毛。他の学者さんが、乙女座銀河団を調べても、同じような結果となったよ。でもそれだと、単に光ってない物質があるだけ、ってことも考えられるよね。光ってないだけで、近くに行けば触れるような。うむうむ。それで長いこと論争が続いたようだけど、1970年代に入って、随分飛んだね。X 線で、銀河間物質を調べたところ、十分な重力を得るために必要な質量の 2% しか見つからなかったと。X 線で観測しても、物質が全然足りない。という結果だったのね。同じ、1970年代、ベラ・ルービンさんという学者さんが、もっと近くの銀河を調べた方が良くない？ということで、アンドロメダ銀河の回転速度を調べたよ。十分遠いけどね。銀河鉄道39でも往復1年もかかるしね。で、ルービンさんが、アンドロメダの回転速度を調べたところ、予想よりはるかに回転速度が速く、光学的に観測できる物質の、約10倍の物質が存在しないと、重力が足りなくて、アンドロメダはバラバラになってしまう。という結果になったよ。ふむ、引き合う力が足りなくて、遠心力でバラバラになっちゃうと。速度以外からわかることとしては、さっき見たこの写真。これは、重力レンズ効果で、光が微妙に屈折してるそうな。ふむ、どう屈折してるかわからん。なんか円形に見えるような気もする。でこれ、重力によって光が曲げられることを、重力レンズ効果と言うんだけど、観測できる物質の重力だけでは、こんなに曲がらないそうな。つまり、重力レンズ効果を見ても、観測できない何らかの物質があるはずだと。うむうむ。一応この写真も、観測できる物質に加えて、ダークマターによって作られた、直径200万光年を超える、重力レンズだそうな。ふむ。10億年だか20億年だか昔に、銀河団同士がぶつかって、そこを中心に、ダークマターが広がっていった結果らしい。10億年以上かかって作られたレンズ。誰のための老眼鏡。10億年も経てば宇宙の神様も老眼になるのか。いやそれはどうなの。まあさておき。ダークマターがどこにでもあるとすれば、地球の周りのダークマターは、こんな風に並んでるんじゃないかと、考えられてるよ。おお、海みたいに。地球の重力の影響で、こんな海みたいになるらしい。当然ながら、想像図でしかないけど。ふむ。ダークマターは触ることもできないから、地球にぶつかることもなくすり抜ける。でも重力の影響は受けて、こんな風に並ぶと。うむうむ。
これじゃあ魔王がダークマターの魔法を使っても、クロノをすり抜けちゃって攻撃できないな。魔王の最大暗黒魔法は平和的だったんだよ。それなのに思いっきりグランドリオンで殴っちゃった。悪いことしたな。こんなよくわからないダークマターが、知られてる物質の5倍くらいあるんだけど。さらに、宇宙の圧倒的多数派、憲法改正もできちゃう勢いなのがダークエネルギー。いや、憲法は関係ないでしょ。何を言っとるのかね、ダークエネルギーがなければ憲法もできていないはずではないかね。まあ、今の宇宙ができないから、人間も生まれなくて憲法もできないね。こっちは名前の通り、物質じゃなくてエネルギーなのね。うむうむ。こちらは、ことの始まりはというと、ニューヨークのとある家庭教師。いや、家庭教師はバイトでやってただけでしょ。アインシュタインさんが1916年に発表した論文に、重力方程式が書かれていたそうな。何それ。詳しくはわからないけど、ニュートンさんの万有引力の法則を、強い重力場でも使えるように、拡張した方程式とのこと。ふむ、それでブラックホールも予言できたと。ただアインシュタインさん、この方程式を見ていて、困ったことに気づいた。ほう？この方程式通りだと、宇宙が収縮してしまう。でも、宇宙は不変のはずだ、縮むはずがない。と考えて、宇宙光を付け足したよ。何それ。詳しくはわからないけど、反重力としても機能するものらしい。つまりそれで釣り合わせて、宇宙が縮まないようにしたと。うむうむ。でもその後、ルメートルさんやハッブルさんの研究で、宇宙はビッグバンから始まって、その後膨張している。という理論が有力になり、なんだ、結局宇宙は不変じゃないのか。それなら宇宙光いらないじゃん。と、アインシュタインさんは考え、1931年には、人生最大の過ちとして、宇宙光を削除したそうな。おう。さて、アインシュタインさんが1955年に亡くなって、40年以上経った、20世紀末。特定の超新星を観測することで、宇宙の膨張速度をある程度調べられるようになったよ。ふむ、アインシュタインさんの時代より、観測技術が格段にアップしてるのね。で、膨張というと、普通減速するって思うじゃない？宇宙の中には重力を持つものがたくさんあるから、そりゃ最初の爆発からだんだん減速してるって思うよね。ところが、宇宙は加速膨張してるんじゃないか、という観測結果が出た。なんだって。加速膨張してるってことは、宇宙はただでさえわけわかんない大きさなのに、それが膨張しても、内部のエネルギーが薄まらないほど、どこかから新たにエネルギーが供給されてる。ってことだよね？わけわかんない大きさが、さらにわけわかんなく膨張してるのに、そのわけわかんなく増えた分を、瞬時に埋めちゃうほどのエネルギーが、どこかから供給されてる。と、考えられる。で、そのエネルギーの正体がわからないと、真空のエネルギーとは違うの？真空のエネルギーも候補の一つだそうだけど、真空のエネルギー自体、何それ？って感じだよね。まあとにかく、このわけわかんないエネルギーが、どこかから供給されていないと、宇宙は加速膨張するはずがない。でもやっぱりわけわかんない。ということで、そのわけわかんないエネルギーを、ダークエネルギーと呼んでるよ。暗黒鏡が使うフォースじゃなかったのか。暗黒鏡がこんな無限エネルギー自在に操ったら、時代に勝ち目はないじゃない。まあとにかく、アインシュタインさんが、人生最大の過ちと言った、宇宙光。結局、加速膨張してる宇宙の状態に、当てはまってしまったよ。本人が間違えたって言ってるのに、半世紀も後に、やっぱり正しいかもってなるなんて、アインシュタインさん恐るべし。以上のような、わけわかんない物質が宇宙の4分の1、わけわかんないエネルギーが宇宙の7割。宇宙はほとんどわけわかんないということか。ということで、ちょっとマックでダークマターバーガー買ってくる。じゃ、いやないでしょそんなもの。まあいろんなところにダークマターあるんだから、バーガーに入ってると言っても嘘にはならないか。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。